皆さんはこれから岐阜県は飛騨高山に向かいます。飛騨の里にはですね、飛騨の匠と呼ばれる、職人の方がおられます。今回皆さんはその飛騨の匠からですね、木彫りの熊とか犬とか小鳥とか、いろんな動物の作り方を教えてもらうわけであります。それでは出発まで今しばらくお待ちください。私今回のツアーを案内させていただきます小久保です。よろしくお願いします。ちょっと運転手さん、はい、自己紹介を。あ、はい、運転手の田中山です。よろしくお願いします。お相撲さんみたいな名前ですが、決してそうでないことは見てもらえばわかると思います。よろしくお願いします。それでは出発まで今しばらくお待ちくださいませ。運転さん、はい、ちょっと何ですか。いや、ちょっと、はい、こっちに。何ですか。ちょっとこっちに。ここでも聞こえますけど。うん、でもこんなとこで話しててもあれですから、こっちに。でもそっち行ったら私怒られますよね。うん、怒られるか怒られないかはあなた次第ですから。だってもう怒ってるじゃないですか。うん、だからそれはね、あなたがこっちに来ないからですよ。どうせ怒られるならここでいいです。うん、この距離だとどうしても声を張らないといけないじゃないですか。はい、そうするとさ、なんか怒ってるみたいになっちゃうじゃないですか。はい、怒ってるみたいになってますでしょ。はい、それはね、声を張ってると怒ってるんじゃないかと勘違いしちゃうんですよ、脳がね。脳が。そう、脳が。はい、怒ってる時に発する声とこの距離で話す張ってる声とか似てるから、そういうことになるわけであってね。そうするとね、いくらそういうつもりはなくてもだんだんと張ってる声が荒々しくなっていっちゃうんですよ。はい、なってますでしょ。はい、私もね、声を荒げたいわけじゃないんですよ。その気持ちは分かってもらえますよね。わかりません。おや、なんでかな。だってもう怒ってますもん。うん、だからそれは怒ってるみたいに感じさせているだけだから、その感じさせるプロセスについてはもう理解してもらってると私は思っていたんだけど、違ったのかな、勘違いだったのかな。勘違いです。あ、そうなんだ。はい。私はね、できれば平和的に今後の話をしたいだけなんですね。あ、はい、それは、はい。だからね、いつまでもこんなとこにいたってしょうがないことぐらいあなたも分かってるはずですよね。はい。だからさ、相談しましょうよ。はい、します。うん、だからこっち来て。でもそっち行ったら私まずどつかれますよね。ね、はい、どつかれるかどつかれないかはあなた次第ですから。でももうどつく気でいますよね。うん、どつく気でいるんだろうと思わせてしまうのはこの距離で話しているのが原因なんだということはさっき言いましたよね。はい、だからさ、まず距離を詰めないとさ。でも距離詰めたら私どつかれますよね。どつかれるかどつかれないかはもうこっちに来てから確かめてもらうしかないかもしれないね、やっぱり。そうですか。うん、それはやっぱりそうだよね。いくらどつかないといったところで君は信じないだろうし、私もいざ君の顔が近くに来たらそれはやっぱりどついちゃうかもしれないからさ。そうですよね。うん、じゃあやっぱりここでいいです。じゃあ言うよ、この距離のまま行っちゃうけどいいのね。はい。バスの鍵なくしたってどういうこと。知りません。え、知りません。はい、世の中にはいろんなネジありますから。あと、はい、どれが変な形したネジかわからないですけど。あ、それはもう明らかに違いますよ。ペシャンコになって出てきます。
ますからすぐわかると思います。シャンポに、はい。でもめったにないです。1週間に1個あるかないかです。下手すると1ヶ月ない時もあります。まあ機械にとったら全然下手してないんですけど、それは正常に動いてるわけだから。でもそのたまに出てくる変な1個を見逃しちゃうと大変なことになるんで気抜けないです。大変なことというのは、始末書書かされたり、上の人はデトロイトまで行って謝りに行ったりしてます。デトロイト？アメリカの。すごい。すごいですよね。何のネジなんですか？知らないです。ずーっと誰かに見られてる気がするんだよな。気のせいかな。あー、ムズムズする。気にしちゃうとダメだ。振り返って確認したいけど、ずーっとネジ見てるから振り返れないし、誰かにお願いしようにもみんな同じくネジを見ているわけだから。随分期待されてるみたいだからあらかじめ言っておくけど、僕は生まれてこの方釣りなんかしたことがない。おひょいは漁師じゃないの？うん、どういうことかさっぱりわからない。僕はネジを作ってるんだ。ネジを作っている漁師なんてこの世にはいない、うん、と僕は思う。うん、だからおひょいはすごいんだって話になってるんだけど、さっきから君たちの話を聞いてると僕の存在がとんだことになっている。みんな僕をどうするつもりなんだ。いや、どうするもこうするも僕たちもあまりのギャップに困惑しているんだね。あ、はい。まったく噂ってやつはどこから湧き出てくるか分かったもんじゃないな。まるで温泉のようだ。また温泉だよ。まだ浮かばないの？いいたこえ。すぐに浮かぶかなって思ったけど、なかなか浮かんでこないものだね。まるでのどかな川に見上げした水死体のようだ。今度は例えがマイナスすぎるんだって。いいかい？何なの言うけど、僕は怒ってるんだ。ここかい？うん。綺麗なマンションじゃないか。本当に狭いんだ。3畳の 1K だから。これで君の家賃は半分です。もちろん光熱費も半分さ。僕は朝7時頃、君が出かける頃に帰ってきて、君が帰ってくる頃に出かける。頑張る。どこ行くんですか？今日はお見合いなんだ。あんまり気が進まないけど、部長の紹介だから断れなくて嫌だなと思ってたけど、これから僕は頑張ると決めたからって。君は誰だ？ベッドもあるからすぐに横になれる。そうだよ、2時間は君の部屋なんだから好きに使っていいんだ。連絡ノートを作った方がいいんじゃないかと思ってね、僕が提案したんだ。ここにお互いがいない間のこと、気づいたことなどを書いていく。彼女最初は壁から8分の1だけ体を出して片目でこちらを見ていたんだけど、次の日からだんだんと体が出てきているんだ。その次の日には半分出てて、今日なんか全部出て普通に立ってた。僕はもう何と言ったらいいのか分からなくなってしまって、それでも気づかないふりをして帰ってきたんだ。何ですかこれは？怖い話なんですか？怖いのはここからなんだよ。今日はかなこさんと一緒に帰ってきた。ご飯を作ってもらった。焼きそばだったけど焼きすぎで、まるで枯れ木を食べている気分だった。それがとてもいいことだね。どんなものでも一人で食べるより二人で食べた方が美味しい感じるものさ。星野くん、僕こんなことは書いてない。君ね、これはひどいよ。もうこんなこと書いてたらね、何が本当に何が嘘だか分からなくなるからね。このノートには本当にあったことしか書いちゃいけない。おい山本くん、君この彼女何とかしてくれないか。なんか時々知らない人が書いてるんですけど、他にも誰かいるんですか？しょうがないなぁ。もう7時9時、あんたいくら出せる？7時から9時は僕の時間じゃないか。あげないよ。2時間月々いくら出せるの？なんか私ここにいて大丈夫でしょうか？ちょっと皆さん、いい加減にしないとダメですよ。給料は手取りで10万くらいだと思うんだ。じゃあ1万ね。2時間で1万、それはちょっと。1時間1万だよ。1時間、それは無理だ。ハムニだ。7時9時はゴールデンタイムなんだから、それくらい払わなきゃ。ちょっと君、値を上げたらいいってもんじゃないだろう。ここの家賃は4万5000円ですよ。山本くん、彼女さんのそばがいいんだったら1時3時だよ。1時3時、それがいいです。僕1時から3時にします。バカじゃないの、それ僕の時間。いくら出せるの？5000円。家賃は4万5000円ですよ。じゃあいいよ、ディズニーに入れといて。やったー。バカか。いいですか皆さん、僕は夜11時に帰ってきて朝3時に出るんです。4時間しか家にいない。その上、山本くんが1時から使うってなったら、僕は一体何しにこの家に帰ってくるんですか？それでも僕は知りたい。なぜ男女共学なのに女子はいないのか。そして女子の先輩たちはどこに消えてしまったのか。僕も知りたい。言っておくが、僕は女子なんかいてもいなくてもどっちでもいいんだ。僕だってそうさ。僕だって高校で女子に会うってことと無事に卒業することは同じくらい価値のあることなんだと僕は思うよ。だって女子なんかいたら大変だよ。僕ら今こうやって廊下で話してるけど気が気じゃないからね。
女子は足腰が弱いからいつ転ぶかもしれないってうかうか話もしてられない。それは助けてあげるため。違うよ、見つかってこられたら困るんだ。僕らは大学受験を控えている。変な動き方してごらんよ、鉛筆に握れないぜ。そうだよな、転ぶ勢いで抱きつかれてごらんよ。もう気持ち悪いよ、細くてさ、びっくりするほど細いんだぜ女子ってやつは。変な匂いするんだきっと。うん、するする、あのデパートの1階みたいな匂いな。そうそう、あれくっせーんだ。あれはどうして1階に化粧品売り場があるか知ってる？え、知らない。なんで？地下に食品売り場があるだろ、その匂いを消すためさ。なるほどね。で、その話どうでもよくない？そうだよ、どうでもいいよ、女子くらいどうでもいいよ。そうだよ、どれくらいどうでもいいかってことの例え話だったんだよ。いい例えだったよ。ありがとね。どういたしまして。いいかい、僕らは決して女子のことが気になってるんじゃない。人間思い出せ、島田くんになっている本探してた時の君よ。あの時の汗は本物だったろ。お願いします、顧問やってください。顧問でした。顧問お願い、お願いします。お願いします。合唱部に入れ、教えてやる。聞いてるばかりじゃ割り合わない、聞かせてやろうじゃないか、僕らの合唱さ。勉強に明けて何をしないよりはやりたくやってダメならしかないと思って言ってる。あーちあそばもだもだってあちそうそうそうちあそばふぅねえよ。あーリレーの選手になったよ。カレー、リレーリレー、リレーの選手はね、運動会のヒーローだからね。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー。うん、松尾、お前マジでやんのか。だってリレーの選手なんだから、アンカーだから責任重大。お前ほんと知らねえぞマジで。何言ってんの。いた、僕は一体誰なんだ。いた僕の世界。さっきからひどいこと言ってるんだから気づいてるだろ。だってそうだろ。そしたらこの間話してるんだけど、君の作ったゲームのキャラクターってことになってまうじゃないか。それは止めんだよ、冗談じゃない。じゃあ誰の世界。人僕も僕ではない誰かでもある。僕は僕ではない誰か。僕とは関係のない誰か。行動力があって決断力があって世界を変える力の持ち主だ。人どうだ松尾、妹だぞ。人おじさんみたいだな。人小学生時代最もスポットを浴びる瞬間を君に見てもらいたいんだ。よーい、僕はかっちょいい兄ちゃんになりたいんだ。あーちゃん勉強もできて運動もできて松尾頑張れ。松尾人